インド星亀、インド星亀、ジョコローニエリゴンスは、クリクガメ・陸リク陸メ属に分類されるカク陸メ属の模式種。単に星亀とも呼ばれる。インド南東部及び西部、アーンドラプラデーシュ州東部、カルナータカ州南部、グジャラート州、ケイララ州北東部、タミルナード州、マディアプラデーシュ西部、ラージャスタン州南部、スリランカ、パキスタン南東部、 新ンド州東部。最大高長 38.1cm。体重 7kg に達した例がある。オスより、メスの方が大型になり、オスは高長 20cm 以上になることは稀。スリランカの個体群は、周年植生の豊かな環境に生息するため、大型化するとされる。廃坑は、ドーム状に盛り上がり、上から見るとやや細長い。 肺校の長部は盛り上がり水平にならない。野生下では孵化直後からある看板、初生看板がわずかに盛り上がる。野生個体では不明瞭だが飼育個体では顕著に盛り上がる個体が多い。肺校の色彩は黒や暗褐色で C 看板やあばら看板には黄色や高褐色の放射状の半紋が6から12本ずつ入る。 この放射状の反紋が星のように見えることが、和名や英名、スターイコール星の由来になっている。種照明エディゴンスは、優雅なという意で、廃光の反紋に由来すると考えられている。円パ板には放射状に、黄色や高褐色の筋模様が1から4本入る。復興の色彩は黒や暗褐色で、パ板ごとに放射状に廃褐色や単光褐色、高褐色の反紋が入る。 頭部は中型。上顎の先端は、二股か、三股に分かれる、一線の個体や尖らない個体もいる。獅子はやや眼鏡で、前肢には、先端が尖った大型ウロコが五から七列で並ぶ。後足と尾の間には、円錐形の小型ウロコが並ぶ。頭部や頸部、獅子、尾の色彩は、黄色や黄褐色で、不規則に細かい黒色斑が入る。顎を覆う角質。 口しや、鼓膜、喉の,の色彩は、褐色や肺褐色。卵は、長径3.8から5.3センチメートル、短径2.7から3.9センチメートルの、楕円形だが、直径3.5から4センチメートルの球形の卵を、産むこともある。主に寒気と雨気が明瞭な標高200メートル以下、ラージャスターン州では、標高450メートルにも生息するにある、 環境に生息し、インド南東部では、サバンナや、ヤブチ、インド西部とパキスタン南東部では、砂漠の周辺にあるステップや、ヤブチ、スリランカでは、サバンナや熱帯雨林に生息する。食物があれば前述した環境を開発した畑、牧草地、プランテーションにも生息する。雨季には、中高性傾向が強くなるが、寒気や暑気には、白明白母性傾向が強くなる。 食生は、植物食で、主にアミニス属、アレストダ属、シシス属、キンボウポガン属、ダイキャンシアム属、スパーボラス属などの草、コノハ、多肉植物、果実、花などを食べる。陸生の巻貝、動物の死骸、牛や羊などの家畜の糞などを食べた例もある。繁殖様式は卵生。繁殖期にオス同士が出会うと、 お互いに体当たりをして争う。一方で、オスがメスに対して攻撃的な求愛行動を行うことは少ない。ウキに交尾を行う。交尾から産卵まで90日かかることもある。1回に1から10個の卵を年に2から4回に分けて産み、年に23個の卵を産んだ例もある。分布域の土壌がラテライトなどで硬いためウキに産卵し、 高子で地面に深さ10から1 5トルの穴を掘ってその中に卵を産む。卵は主に110から150日で孵化するが、約50日で孵化することもある。これは、発生が完了しても、周囲の環境が孵化に適するまで幼体が、卵の中で待機するためで、浮きになると孵化した幼体が、一斉に地表に現れることもある。インド南東部個体群は、 オスが生後3年で、インド西部個体群は、メスが6から7年で、生成熟すると考えられている。食用とされることもあるが、一部の民族による自家採集のみで、一般的ではない。カボチャなどを食害する害獣とみなされることもある。一方で住民に餌を与えられたり、野菜の残飯を漁る個体もいる。都市や農地開発、伐採による、 生息地の破壊、ペット用の乱獲などにより、生息数は減少している。ワシントン条約発行時の1975年から、付属書通に掲載されている、発行時は、ジョコローンズ奥単位、1977年以降は、陸ガメカ単位。分布する三国では1970年代半ばに、国内法で輸出も厳しく制限し、1970年代後期には、 ワシントン条約を批准しているため、1980年代には、生息地からの生規輸出はほぼ停止。1992年に、スリランカから学術用10頭、商業用958頭の輸出例、パキスタンから飼育か繁殖個体もしくは他国経由で、輸出例は3件あるシール。上述のように孵化した容体は浮きに一斉に現れる、ため、捕獲が容易だと考えられている。 生息地やインドネシア対日本において密輸が摘発された例もある。ペットとして飼育されることもある。蒸気のように1980年代には生息地からの生気輸出はほぼ停止しているが、日本国内ではペットショップで見かけられる。2002年に関東、中部、近畿地方の専門店32店舗で行われた調査では、 カメメ種で最も取り扱いが多く30店舗で販売されていたとする報告例もある。一方で本種の1981から2001年にかけての日本への正規輸入個体数は5228頭と少なく密輸、不正取引が続いていることから密輸された個体が流通している恐れがある。多種と比較すると1981から2001年に かけての日本へのワシントン条約に掲載された、亀目メメの創生期輸入個体数は十八万六千七百十九頭で、四つ指リクガメが最も多く、ついでケズメリクガメ、ヒョウモンガメ、ギリシャリクガメ、ベルセオレガメでこの五種で創生期輸入個体数の約七十二パーセントを占める。九百九十年代には、スーダンマレーシアミャンマー、台湾などから2 0から2 0 0年、 2009から2010年は、正規輸入個体がいないには、アフガニスタン、ウクライナ、カザフスタン、ブルガリア、ヨルダン、などから輸出とされた個体が、正規輸入されているが、本来分布していないはずの、第三国へ密輸された個体がその国での野生個体、もしくは飼育か繁殖個体として流通しているおがある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。